おいおい、まさか本気でこんな曖昧な情報をもとに。こそんなこと言っても他にミュウを追いかける手がかりもないし。探さなくてもいいじゃないか。え、どういう意味なんよ。学士たちが僕ら帰宅部を恐れるのはなぜだ。ミュウの歌に熱狂しているデジヘッドたちを正気に戻してメビウスを壊してしまうことができるからですね。それだよ、君たちには力があるんだ。片っ端からデジヘッドを買ってメビウスをぶち壊してしまえばいいじゃないか。こんな風にミュウを追い続けるよりそっちの方が手っ取り早い、そう思わないか。なるほど。確かに一里どころか三里くらいありそうな感じ。考えたこともなかったぜ。でもそこまでしていいんでしょうか。どういう意味だい。私たちが帰りたいようにさっきのストークさんみたいに帰りたくない人もいるんですよね。鈴菜ちゃん、わかるわ。私たちにそんな権利があるのか、でしょ。はい。そうですね。覗きは論外ですけど、スイートピーさんみたいにここじゃなきゃ叶わない夢もあるわけだし。ユウは、部長はどう思うよ。冗談だろ。君たちも自分の権利を無視されて閉じ込められてるんだぜ。なんで僕らだけ気を使ってやる必要があるんだ。気が咎めるのか、正義の味方ぶりたいからか。正義なんてのは相対的なもので、互いが互いの都合を押し付け合うためのただの方便だ。初めからありゃしないんだよ、そんなもの。それに結果は同じことだ。僕たちがこのまま活動を続ければメビウスは崩壊するかもしれないんだろ。だったらやめるのかい、帰るのを諦めるのか。それはない。僕もだ。絶対に帰る。ああ、帰るわ。帰ります。あ、私も。死んじゃうんじゃね、選択肢ないようなもんだし。まあ、いずれ死ぬのはここにいようが向こうにいようが一緒ですけどね。早いか遅いか、苦労するかしないか、周りに迷惑かけるかかけないかってだけで。いや、現実で長生きしても迷惑かけるか。ほら、結果は同じだ。互いの譲れないものが衝突してる。仕方ないことなんだよ。家庭？オーケー。家庭を楽しみたい気持ちは僕にもわかる。だが今重要なのは家に帰るという結果じゃないのか。そう、重要なのはお前の言う通り結果だ。ミュウを見つけて説得する。それで帰れないと決まったわけでもない。速やかに家に帰るだ。俺たちはアリアと約束した。俺たちがミュウを見つける。こいつはミュウと話をつけてメタバーセスに連れて帰る。それで俺たちも現実に帰れる。メビウスをぶっ壊して俺たちだけ帰っちまったら、こいつとミュウの間は終わっちまうかもしれない。ショーゴ、ただのバーチャドールだ。人間じゃない。でも仲間だ。
分かった。みんなの気の済むようにしよう。アリアも大切な仲間だ。ミュウを探そう。エイジ！だが、ビワサカが言ったことも覚悟として持っておかなくちゃならない。ミュウが拒むなら、その時はその時だ。